お待たせいたしました。ただいまよりボートボーイカップ優勝者表彰式を行います。それでは見事優勝されました山口雄二選手の登場です。皆様大きな拍手でお迎えください。まずはじめに賞状優勝トロフィー副賞局長賞が授与されます。プレゼンターはボートボーイ編集長黒須田守様に代わりまして、大村市ボートレース企業局業務課課長田中克康でございます。はじめに賞状の授与です。優勝登録第3944号、山口雄二殿。貴殿はボートレース大村におけるボートボーイカップにおいて当初の成績を収められましたので、その栄誉をたたえこれを賞します。令和5年3月15日株式会社日本レジャーチャンネル代表取締役社長広瀬秀隆。優勝トロフィーの授与です。副賞の授与です。最後に大村市ボートレース企業局局長賞として大村市の特産品長崎和牛詰め合わせセットが贈られます。田中課長ありがとうございました。続きまして写真撮影を行います。山口選手にはトロフィーをお持ちいただきましょう。ファンの皆様もご着席のままとはなりますが、ぜひ喜びの表情カメラにお収めください。山口選手は今年初、通算20回目、大村では6回目の優勝となります。皆様そろそろよろしいでしょうか。山口選手ありがとうございました。次に大村市ボートレース企業局から花束の贈呈です。それでは優勝されました山口雄二選手にお話を伺っていきたいと思います。まずは改めて優勝おめでとうございます。ありがとうございます。今のお気持ちいかがですか。いや、まさか勝つと思ってなかったんで、めちゃくちゃなんか実感ないですね。いや、優勝インタビューでも地元での優勝すごく嬉しそうだったのが印象的だったんですが、今日はウイニングランも終えていかがでした。めちゃくちゃ嬉しかったです。はい。さあ今回手にしたエンジン55号機なんですが、節感乗ってみていかがでしたか。序盤あんまりいい感じしなかったんですけど、はい、だんだん調整も合ってきて、まあ、そこそこ、まあ、いい状態で、はい、最後臨めたかなと思います。はい。昨日の優勝インタビューではもうちょっと伸びをつけたいということを言われていたんですが、今日はどのような調整をされたんですか。結果伸びはつかなかったんですけど、道中で競れる足はちゃんとキープできてたんで、まあ、優勝につながったのかなと思います。はい。それでは早速優勝戦振り返っていきたいんですが、スタートはコンマ11でした。そうですね、僕もそこそこの行ったと思ったんですけどね、もう軽くこう4番が追い越していく感じがしましたね。はい。いや、1マークはどんな感じ、どんな気持ちで回られたんですか。そうですね、もう優勝はないなと思ってたんですけどね。ただ1と4がこう競って離れていったのが、そうですね、はい、1コーナーはすごいなんか、いい判断ができたと思います。はい。まあ、そこからも2号艇5号艇との混戦が続きました。そうですね、なんか、まあ、いいレースができましたね。なんか、何ターンか会心のターンがありましたね。はい。もうファンの方は興奮冷めやらぬ優勝戦でしたよね皆さん。はい。2周2マークで山口選手が少し前に出て、はい、先頭を走る形となったんですが、
まあ、ゴールするまでは優勝の確信というのは持てない感じでしたか？そうですね、まあでも良かったです、はい、そうですね、はい、混戦を制して見事優勝ゴールとなりました。今年初優勝となりますが、実は山口選手去年の初優勝も3月15日なんですよ。そうですか、はい、多分ラッキーデーだと思います。覚えててくださいね。はい、はい、さあ近況のリズムなんですが、山口選手ご自身どう感じていらっしゃいますか？そうですね、いいんじゃないかなと思ってます。はい、このリズムでね、今年もどんどん活躍していただきたいと思います。このね、山口選手の人柄の良さ、そして強さ、応援しているファンの皆様、これからの活躍期待していると思います。山口選手は次節3月20日から芦屋での G3 に参戦予定となっております。それでは最後に遅くまで残ってくれたファンの皆様に一言お願いいたします。遅くまで残ってもらえて本当に嬉しいです。次芦屋も頑張ってきますんで応援してください。ありがとうございました。それではこの時間をもちまして山口選手は退場となります。ぜひ温かい拍手でお送りください。山口選手おめでとうございました。